も考えてなかったですけど、まさかここまで来ると思ってなかったんで、前まで絶対かかんないだろうなとか思ってたんですけど、なんかどんどん増えていくから、なんか余裕ぶっこいてたのにちょっと焦り出して自分でもやっぱかかったらどうしようとか思ったり、プロ野球選手とかでもかかってたりしたんで、かかりましたね、やばいなと思ってちょっと焦りを感じてますまあなんだろう、本当だったら試合があった日程なんですけど、まあ、それもなくなると思うんで、やっぱ格闘技しかしてなかったんで、こういう時になるとすることも特にないし、やっぱ収入がなくなったりすると困る部分がたくさんあるんで。Itsuki Strong Heart Fighter Hirata。この間終わって、もう次の次からまあ大事になってくるよっていう話だったんで、もうその次がなくなったりしたら、まあ、またどっからスタートになるのかなとか思ったり、試合感覚がなくなるのが嫌ですねまあいつ本当に今まで通りになるのか分かんないですね、本当に。やっぱその SNS のライブ配信とかだったり、練習の動画を上げたり、今こうしてるよとかの配信をすることかなとは思いますでも次の試合でどういう試合になるのかも楽しみなんで、そこに向けてまた頑張っていきます。それだけ平和だったかっていうのが思い知らされてるっていうか、まあ、平和だったからこそ成り立ってたその生活っていうか職業だったのかもしれないし、まあ一種の娯楽だったから、まあ、そういうものがないっていうか、そういう楽しんでる場合じゃない世界になってしまったっていうのが、まあ、無力感みたいなのをちょっと感じてはいるんですけど、自分が試合することを最優先にするのか、生きていくことを最優先にするのか、なんか練習してる場合じゃないのか、どうなのか、もう正解はもちろん見えないんですけど、何を一番最優先に考えなきゃいけないのかが、なんか迷っちゃうっていうか。それいつになるか分かんないですからね。上向きになった時に準備してないといけないっていう、さっき言ったその迷いっていうのはそこなんですよね。準備してないと作れない体だったり、作れない技術、まあ慶太郎さんはもうそういうことじゃないかもしれないですけど、私は特にそう思ってるから、そこがやっぱりぐるぐるします頭がくる。本当にだったらずっと続いちゃったらもう他のことして暮らすしかないですよね。 YouTube で誰かと戦ったりとか、ね、まあそうね、自主工業だよね。本当の格闘家として、格闘家としてやるんだったら本当そういう
感染がリスクがない状態でも戦うしかないですよね。まあそうならないね、お客さんを呼んでっていう形では難しいかもしれないですけど、映像としてライブとかで、まあ、ライブで生で見てもらったら、ああこういう状況でも頑張ってる人を見ることはやっぱり、まあ、お客さんというかファンの方たちの力にはなると思うんで、なるようにしかならないかなみたいなタイプなんで、そうですね、まあそういう自分を再確認しました。あんまテレビとか見ないんで、世間がどうなってるかちょっとわかんないですけど、なんかやばいなって思ってきました。いや本当にもう収束してほしいって気持ちはめっちゃあるんですけど、まあ、こればっかりは自分がどうあがいてもはいわかんないんで。やっぱ一番心配なのは子供がいるんで、あの感染しないかちょっとそれが一番心配です。リターンです。家族がいるっていうのがやっぱり一番自分はそれが大事なんで、はい、格闘技よりもそっちの方がぶっちゃけ大事なんで、できればそういう国とかがまあ本当で緊急宣言とかしてもらって、本当で外出できなくなったりとかしないと、まあ、変わんないんじゃないかなと思って。だって一言じゃないですか、みんななんかいや俺らは大丈夫みたいな、格闘技やってて強いからみたいな。でもそしたらみんなそうじゃないですか、会社の若者とかもみんな頑張ってるから俺もうやんないとみたいななっちゃうんで、それがちょっと正直最悪を招くんじゃないかなとも考えますね、うん、はい。家に帰って遊ぶのがまあ楽しいだけですね。やっぱりその明日になればもう状況変わる毎日じゃないですか今って。なんかこうだってもうこれでもうずっと消えなければ試合もないし金もなくなっていくわけじゃないですか、うん、そういうのに正直まあ怯えながらまあ生きてるっていうのもまあ正直なところですね。どうしたらいいですかね。止まない雨はないんですかねって気持ちはめっちゃあるんですけど、みんなしてますよ、マスク。本当になんか日本にいるみたいな感じで、ね、なんかみんなマスクしてて、あとはやっぱりアルコール消毒液とか全部あのスーパーからなくなってて、でよくわかんないですけど、なんかトイレットペーパーもなくなってるっていうのがよくわかんない感じですよ。プロの選手もやっぱりあの感染したくないとか、そういうのやっぱ気をつけてる選手が多くて、あんまり練習に来ないんですね、うん、で何人も集まるんで
ダメっていうか、なんだろう、政府から言われてるので、うん、だからあんまり来ないですね、はい。自分はできる範囲内で、まだまだやっぱ膝の怪我の影響があるので、まあ、リハビリ中心ですけど、まあ、徐々に膝も良くなってきて、そのリハビリと、まあ、ドリル練習をやるようになってきました、ね。全体的に、まあ試合、イベントが、まあ、結構出て、で、UC だけは2週間後、4月18日だったらやるって言ってて、で、やっぱ選手も練習できてないので、あんまり、その2週間後に試合が決まった選手が慌てて、なんかキャンプに戻ってきてますね。はい、まあそんな感じです。やっぱりそのリスクがあることはやるべきじゃないかなとは今は思いますね。やっぱりワクチンとかできてないし、やっぱ全員 の, そのセコンドの検査とかするのかって言ったら、やっぱり分かんないわけじゃないですか。そういうのしっかり全員できないかもしれないし、まあ、できれば全然問題ないと思いますけど、やっぱりそのリスクがあることはあんまり今はやるべきじゃないなとは思ってますよね、自分は。試合がないし、試合が延期になっちゃったんで、やっぱみんなマイナスに捉えがちですけど、やっぱりその期間、準備期間と思って、まあ、格闘家としてはしっかり、なんかもっとできること、なんか自分のスキルアップだとかをやっていった方がいいと思います。絶対このまま、なんかみんな死んじゃうとか絶対ないと思うので、もう絶対明るい未来想像しないと、まあ、やっていかないと、まあ、ダメかなと思います。今、格闘技見たいのに、興行がどんどんできなくて、まあ、見れてないと思うので、すごいなんか歯がゆいと思われて、家からもそんなに出れないから、みんな歯がゆいようにしてると思うんですけど、絶対このコロナ、コロナ騒動終わったら、絶対そのなんか気持ちが爆発して、で、もっと業界が、格闘技とか、業界がでかくなると思うので、そこでまた、またそこまでしっかり予防を頑張って、で自分もまた膝を直して、しっかり盛り上げる試合にするので、まあ、楽しみにしててください。これはね、チャンスはあるよ。動けば、まずそもそも誰も動かないから、動くだけで紙面がもらえるっていう。長期戦を覚悟してるから、僕はまあ別に仕方がないよね。不便はあるっちゃあるけど、別に僕変わんないよ、やってること。はい、なるほど。何にも変わらない。練習もやるし、仕事もするし、まあ飛んだ仕事もいっぱいあるけど、入ってきた仕事もあるし、変わらずやる。 AOK！ もう格闘家で飯食ってないから、青木真也で飯食ってるから、そこ曲げちゃダメだよね。だいたいあれでしょ、こう他のファイター聞くと、今試合してていいのかみたいなこと言うでしょ。今試合しなきゃいつするんだって。だって格闘技を通じて人を元気にするとか、格闘技を通じて自分の生き方とか思想信念をぶつけるってことだったら、今こそ必要なわけじゃん。いや、やってていいのか、もうね、少子千万だよ。もう笑い話ですよ、そんなの。映しちゃったらそれはそれでしょうがないよね。仕方ないよね。もうどうにもできない。俺だって逆に移されても、北岡に移されても仕方ないなと思うし、そういう関係でしょ。で、なんかそれすらも嫌だったらさ、
家の中にずっといればいいし、家族でもこういうの作って部屋の中でこうやって全部やってって、そんなんさ、人間としてのさ最低限の生活ができなくなるじゃん。そんなのはちょっとごめんだよ。だから結局はその自分でリスク考えて、自分で考えてそれで取捨選択しろって話ですよね。いや、ロックダウンしてもな、真面目に練習するよ。あの、だって結局さ、みんなこそこそやってると思うし、海外だって、はい、そのなんか人間臭さというか、人を出し抜きたい、人より少しでも上に行きたいっていう、でも叩かれたくないみたいな、この人間臭さがまたいいですけどね。それね、多分ね、みんなが今問われてる。何のために生きてんねんみたいなことを思った時に、俺はやっぱりいつ辞めたっていい、死んでもいいみたいなことにやっぱ来たんだよね。俺はもうだからこそこの自分の可能性を全て使い切って、いつ辞めてもいつ死んでもいいなと思ってます。漠然な的な怖さでみんな怯えてるけど、 99% の人はその後の未来を生きていかなきゃいけないわけですよ。だから俺はやっぱり 99% の未来を思って生きてやってますけどね。まあだからベストみたいな話じゃん。ベストだって昨日調べたら14世紀流行った時に5、60年、70年流行ってるんですよね。でもその後にね、ルネッサンスっていう文化が生まれたりするわけだから、そう考えると俺たちには風が吹いてるんじゃない、はい、まあみんな、まあ落ち着けって、まあ落ち着け、はい、落ち着け、まあみんな落ち着けよ。